システムロックプリインストール、またはシステムロックプレインストール、または OEM アクティベーションとは、Microsoft Windows XP 以降の Windows シリーズにおけるプリインストール形態の一種である。ユーザーにはライセンス認証方式の一種として認知されている。OEM 版 Windows に組み込まれた認証情報とコンピュータメーカーによって、 ベーシックインプットアウトプットシステムにあらかじめ組み込まれた認証情報を付き合わせ、認証の可否を判定する。2017年1月現在、SLP には以下のバージョンがある。SLP3.0 は以前のバージョンとの違いが大きいので、別名、DM とも言う。また、SLP2.0 から2.4も SLP1.0 との区別のために、スリックと呼ぶことがある。 SLP 1.0, OA 1.0, または単に SLP SLP 2.0, OA 2.0, スリック 2.0, SLP 2.1, OA 2.1, スリック 2.1, SLP 2.2, OA 2.2, スリック 2.2, SLP 2.3, OA 2.3, スリック 2.3, SLP 2.4, OA 2.4, スリック2.4 SLP2.5 OA2.5 スリック2.5 SLP3.0 OA3.0 DM Microsoft とコンピュータメーカーのライセンス協議によって BIOS に組み込まれる認証情報が決定されその組み込み方法の詳細が Microsoft からコンピュータメーカーへ指示されるコンピュータメーカーはこの SLP 対応 BIOS を搭載した パーソナルコンピュータを量産する。一方、マイクロソフトからそのメーカー用の認証情報を内包した OEM 版 Windows がメーカーへ供給され、メーカーは量産したコンピュータにプリインストールすると、ともにメディアに収録して出荷する。不正インストール防止の観点から、マイクロソフトからメーカーへは OEM 版 Windows 側の認証情報組み込み詳細は、明かされないユーザーには、 ライセンス認証手順において以下の利便性がある。これらはコンピュータ購入直後の初回起動時のみならず、Windows 再インストール時にも享受できる。Microsoft Corporation Windows XP Product Activation 2010年6月19日閲覧。Microsoft Corporation ライセンスの管理2010年6月19日閲覧。 マイクロソフトコーポレーションテクニカルディテールズオンマイクロソフトプロダクトアクティベーションフォーウィンドウズ XP2010 年6月19日閲覧マイクロソフトコーポレーションライセンスマネージメント2010年6月19日閲覧,2010年6月19日閲覧ただし実際にはハッカーたちによる分析の結果 SLP1.0 から2.3についてはそのメカニズムに関して 多くの事実が露呈、流出し、それを利用した PC ユーザーによる自己責任での SLP の偽装や SLP を偽装するソフトウェア上の仕掛けの組み込まれた海賊版インストールディスクの不正販売、またメーカーや機種ごとに少しずつ異なる SLP 情報の莫大なリストの作成なども多発している。通常のパッケージ版の場合、一定以上ハードウェア構成を変更した場合、 ハッシュ値が変わってしまうため、初回認証時とは別のパソコンと認識され、認証に失敗することになる。また、SLP3.0 による認証に関しては詳細は不明であるが、通常のパッケージ版に類似した制約があると推定されている。ありがとうございます。